武田出雲とは、江戸時代の浄瑠璃作者。また三代にわたって、武本座の座元にもなった。初代武田出雲正造。国文学名家正像集より、青年府省延教4年6月4日、通称を元祖出雲と呼ばれる。配合を戦前権定義とこうした。父は、初代武田大見、兄は二代目大見。法営二年に引退していた。 竹本義太夫を舞台復帰させ、義太夫から竹本座の座元を譲り受け、座元に就任。顔見世工業では、座き作者の近松門左衛門と組んで、陽明天皇職人館を上演し、昭徳五年には、国戦や合戦を17ヶ月間連続で上演する、大成功を収める。後に、自身も近松に支持して、上流りの執筆を手掛けるようになる。初の執筆は、 共謀八年初演の合作、大東宮朝日鎧。翌年の共謀九年には、諸葛公明家内軍団を一人で書き上演される。当時の評判期には、名人極上上吉武田伊豆も、プツプツと知恵の吹き出し雲の評価を受ける。漢方元年には、息子の三代目大見の付き添いで、江戸に下り、二代目市川段十郎と信仰を持った。最終作は、 菅原伝授手習い館。初代出雲が単独で執筆した作品は10編程度で、合作を含めると30編を超える。墓所は大阪生玉の正蓮寺。なお、武田出雲の名については、初代大見が武田出雲を名乗っていたことがあり、また他にも、一族で武田出雲を名乗っていた者がいたとも言われるが、現在では、初代大見の次男にして、武本座の座元であった。 この人物を初代武田出雲としている。元禄四年法暦六年十一月四日、通称を親方出雲と呼ばれる。初代の実子で名脇良さだ。後に浄瑠利作者の名として武田劇とも称した。延京四年、父出雲の死去により、初代武田大出雲から二代目出雲を襲名し、武本座の座元となる。ただし延響四年以前にすでに、 武田出イズモを名乗っていたとも言われる。この二代目のもとで、義経千本桜や、奏本、中心蔵など、今に伝わる名作が上演されている。ところが、中心蔵上演の際に、楽屋内で騒動があり、その結果、ジョ璃ルリを語る太夫の多くが、武本座のライバルであると与武座に移るという事件が、起こる。その後も合作で執筆は続けていたものの、 作品の出来はさえなかったという。二代目出雲が関わった作は二十八編に上る。去年六十六。生物年負傷二代目出雲の実施で、名は、清潮。当初、大出雲を名乗っていくつかの合作に加わった後、出雲を襲名した竹本座の座元となる。その後、泉城、稲葉城、伊豆城、文吉などと名乗った。しかしこの頃から、 歌舞伎の人気に押されて、次第に、浄瑠璃の人気は振るわなくなり、安永2年にはついに、竹本座の権利を他人に譲り、座元を降りた。三代にわたる竹田出雲には単独で執筆した、作よりも、他者との合作によるものが多く、またその中には、初代出雲と二代目出雲が共に加わって、執筆している例もあるので、以下は、初代から三代目までが関わった、主な作品を、 他に作に加わったものも含めまとめて取り上げる。ありがとうございます。